おはようございます。おはようございます。いやーね、おはようございます。長かった。何が？いや、いろいろ長かったでしょ。あ、9月がパルマ以来ですか？あ、そうね、パルマね。あ、パルマもね、ギリギリで撮りましたけど、うん、東京ゲームショー、うん、そしてゴージャス動画コラボ続いて、やっと通常営業にね。そう、こっからまた回転数がバクンと下がってやめましょうよそれは。いや、俺一番心配なのは、はい、ゴージャス動画で、はい、やっぱ現時点 1個目配信されてどんぐらいだ？3日ぐらい経った？2日？そうですね、3日ですね。それで1本目のさ、桜井くんとかミヤボー出てるやつがモンスト対決、そうそう、7万回転ぐらい今来てんじゃん。そう、結構行きましたね。行きましたね、びっくりした。まだ伸びる、まだ伸びるわけでしょこれ。まだ、まあ、伸びしろありますね、うんうん、それで最後さ、もう公開されてると思うけどさ、オートミーコが出てる番があるじゃない？はい、あれ1万いかなかったらどうする？もうやめた方がいい、うん、もう本当ね、ショックだから。なんかさ、でも、うん、あのゴージャスさんの方からさ、うん、新しいユーザーさんとかも来てくれてる雰囲気とかさ、まあそうですね、うん、伸び、チャンネル登録者もなんかすごい増えてますよね。なんか 俺のことワクワクさんみたいな。ワクワクさん、うん、ワクワクさん来たの。なんだっけ、編集長が私に対してなんかスカイプを送ってくれたじゃないですか。なんかすごい悲しいコメントをなんかわざわざ切り取って送ってきましたよね。バイト先の店長に似てるから嫌いって書いてある。そう。ひどくない？嫌いじゃん、苦手か。苦手かな、嫌いだったか分かんないけど。なんだろう、動物園だから。動物園、バイト先がね。先輩が何だろう。おかしいでしょそれ。やりますか。やるもやろ。はい、今日のゲームはキューブドロップになります。久しぶりだからどんな流れかちょっと、あのね、ちょっと最近ね、長尺が多かったんで。そうそう、いいよやって。やる気ないでしょ。ねえ、これでも最初は編集長がやるのが掟ですよ、ここは。こちらケーブさんの作品です。あ、ケーブか。はい、ケーブこういうの作るんだ。はい、特にあれですね、シューティングゲームで有名ですけど、うん、こういったちょっとパズルゲーム。あ、キューブドロッパー、はい、世界で、はい、一つ目はキューブの崩し方。あ、もう説明してくれるんだ。ああ、そうだ。え、はあはあ、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 え、どういうこと、何する？日本でやるとくるくる回る。あ、ボールを全部出せってことかな。もういい、読まないって。もういいですよ、いいですよ。言うでって。よしか、玉入れ、レスキュー、玉入れ、はあ、中に玉を置く。 OKOK。これさ、この端末だとさ、きつくない？ちっちゃいですよね、ちょっとね。こういうことでしょ？あー、うまいですね。あ、中に入れる、玉入れ。はい、音鳴ってんのこれ。音鳴ってみたいです。あ、意外となんかすごい。あ、結構ファンキーな。ファンキーなね。犬を、やべ、今ちょっと一瞬見えなかった、そう。え、やばいぞこれ。続いて動物を救うミッション。老眼ですか？いや、一瞬ちょっとぼやけた、ここでやばい。今日ね、メガネ戻してきたんだよ。え？あ、ピントが合わないっていうことですか？いや違う、あのね、朝起きて風呂入って、いつものメガネ、風呂入るときメガネ外して、うんうんうん、そっから行方不明になっちゃって。ねえ、タンスが引っ張り出しちゃうんですけど、老化は始まってない。じゃあそのメガネじゃなかったっけ？いや、変えたじゃん。ワクワクさんに変えたろ。あのね、違うの、席を結構離れたんですよ、席替えして。もう、はい、編集長の隣じゃないからもう覚えてないの。うん、何を覚えてない？新しいメガネとか、結構前のメガネとかも覚えてないから。お、犬落ちこい、犬。あ、来た、落ちてきました。かわいそうな。いや、普通覚えてるけどね。覚えてる。まあ、それはミーコがやっぱ弱いところがあるから。人の顔ね、覚え、人、いやいや、で無理だよ。顔は覚えられるけど、アイテムまで覚えられない。何これ、何すんのこれ。崩せばいいの多分。アイテムは取り出そう。おしまい。ちょっとなんか、くの字型のなんかあれですね。うん、変なの。どうですか。うん、だからこれからじゃない。まだこのチュートリアルぐらいの勢いだからさ、うんうん、次のエリアが解放されました、はい、どれプレゼン。10個
ステージは何種類 AB 一応レスキューで救出した動物は動物コレクションから鑑賞が可能だそうです。どういうことよ。全11。こういうこともできるのかな。あれ、あ、もう囲わないとダメっぽいですね。ほいっと、ありますね。バスケットボールドリンク1本。最近動画に出てないから何話していいかわかんねえや。最近動画に出てないからこそ何か話すことがあるね。そうだよ、最近の出来事か。まあ1年でね、一番忙しい時期が終わりました。終わりましたね。ゲームさん、なんかミコやった。マジ悲しいこと言わないでよ。それ僕も聞きたかったです。何がやってたよ。どこにいた、あれしかやってないよね、あのみんなで、あの顔差し選手権しかやってやってるわ。その前にもいろいろやってるのよ、地味にね、地味に。あ、あれですね、毎日動画をね。そう、毎日動画もやったし、ね、やっ、あれ、宮本と桜井くんだけじゃん。おいこら、おいこら、いる、いた、いる、いる、結構大きな存在だったぞ。全然気づいてない。コメントでうるさいってどんどん書かれてたぞ。完全に私利私欲で龍が如くだけをやりに行ったっていう感じです。あ、確かに龍が如くさ、生放送やろうよ。やりたい。本当に今まで前作やっててさ、今回超できんだって。やばい、今回もか、今回も。てかね、あのね、一番衝撃を受けたのってもう街中好きな風に歩けるんですよ、うん、あれって、うん、でね、あ、無料案内所っていうの、私は行ったことなかったんだけど、うん、そのゲームで初めて行った。あ、はいはい、あ、働く、はい、前働いてた。働かねえよ。働くわけねえだろ。お兄さん、どうですか。やらない。アンデさん、アンデさん、そんなね、アンデさん、私いよいよこのお店いいよ。やらない。それまた違う意味になっちゃう。違う店になる。それ違うか。いや、でも本当そういうね、お店とかも入れ、なんかその案内所入れて、あとね、コンビニの中も、あー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 、なになになに、これ難しい、あ、な、ダブルですね、ダブル、キューブの自体の動かすのはね。いや、でも本当 PS4 さ、やばいよね、タイトルソロってやばい。あとマフィアが、私は本当、小川さんもね、欲しいって言ってたけどね。マフィアもね、結構熱いなと思って、でもゲームショーではマフィアの試遊はできなかったんですよね。あの人がやってるのをプレイするっていう実況、うまいですね、今の、うん、だったんでちょっと残念だったけど、でもね、すごかったんだよ、あそこのコンパニオンさん。通勤ブースすごかったよな。ね、すごいですね。かっこよかったし、すごかった、ね、一番かっこよかったな。で、なんだっけ、2日目にコンパニオンさん取りに行ったんだっけな、うん、確かその時ムハさんと一緒に動いてたんですよ、うん、ムハさん英語喋る、出る方なんで、喋、うん、れんのやつ、喋れるんですよ。だ、そのなんかマフィアのブースで、うん、コンパニオンさん海外の方で日本語全然喋れなかったんです、うん、でもハローっつって、ここにホワイトボードになんか名前と、うん、なんかブースと好きなゲームはって書いて、うん、それを書いてくださいって言って、うん、ささささってこうやって写真撮って、すげえ、やっぱ英語喋りてえなって思った。それ記事作った作ってる。見て、見てねえな、それしっかり見て、作ってるから。あの生放送ではね、つかミーコが撮ったやつと、あ、そうそうそう、ムハが撮ったやつでね、ムハハンがやっぱりまだね、うん、写真とか下手くそなんですよ。あ、そうなんだ。まだ慣れてない感じなんですけど、うん、スライドするうちにどん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 上手くなってったなんかあれはびっくりしました。丁寧に撮り始めたらね、最初光の加減とか、 なんか角度とか、 なんかそういうのが分かってきて、うん、なんかね、途中カメラ、編集部のカメラを彼使ってて、うん、で途中でなんかあのカメラが足りなくなったから、うん、そのコンパニオン部、うん、組のカメラを貸しますと、私も自分の持ってたんで、はいはい、じゃあ自分のをムハさんに貸すから、うん、それでもうどうぞ使ってくださいって言って、はいはい、私のカメラになった途端ね、うん、上手くなってたの。じゃあ誰でも撮れるカメラ、違うよ、違う、ちゃんと設定をね、露出度を上げたんです。カメラ私だと、ミンクは何で撮ってた、私だから交換して撮った。暇したの、暇してないよ。意外と大変、私は基本今回名刺を配ってました。すいません、撮らせてくださいって。ああ。それをやってる間に彼は撮って、はいはいはい、チェックしてもうちょっとこうした方がいいみたいな感じでしたね、今回は。1年か。なんでそんな1年か。ずるいことするんですか。一回落ちたから。ああ、え、うそー。超かわいそう。初めてのミスですかね。ですね。違います。あ、違う。違います。くるっと下に入れてから、そういうこと、出さなきゃいけない。
はぁ、なんだ危ない危ない危ないね。なんこれ、レスキュー来る。えあぁ、はいはい。ね、じゃあそれは、こぶたちゃんのコレクションをゲットしたってことですね。ーブーブー、最近これなんか、でもあれだな、なんかステージが似てるような気がするんだけど、気のせい。なんか、全部操作方法がね、だいたい、一応ステージは200種類以上あるらしいです。え、なんでそんな難しい方に、え、すごいすごいすごい、逆にすごい原理は変わらない、すごいすごいすごい、入れるものとか出すものが難しくちょっとなってるって感じですかね。すごいすごいすごい、何が起こってんだか全然わかんない。あっ、ああ、これあれなんだよ、ここ開かないんだよ。あ、開かないんですね。動かし方がなかなか、多分ね、 Mac ユーザーは慣れてますよ。あー、日本でね。そう、日本指でね、スライドが。マック、ほんと動かせねえもん、俺。そうっすよね。え、それできんの？ちょっと角度つけないと、なぞれない、ね。日本でこうやって回る。やべ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 。それ動かしたら少年だって。ジャイロは関係ない。ちょっと待って、ちょっと待って、ちょっと待って。ジャイロは関係ないです。わかってるんだけど、やっちゃえ、やっちゃえ、やっちゃえ、ちょっと待って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 。オッケーオッケーオッケーじゃない、オッケーじゃない、オッケーじゃない、オッケー。無理だよ、これ。ほら。むずい。なるほどね。ちょっとこれ難しいかもしれないですね。ドリンクなくすなよ。ちょっと待って、本当に頑張るから。そこ開けたって入んねんだって。あ、そう、安定させるのね。安定させる。本当かよ、後付けだろ今。安定。大事大事。そこなぞれてないですね。え、多分行かねえよ、多分そこ。行かないのかな。行っと？行かねえわ。あ、じゃあ振ってみ、振ってみ。ほら、蓋閉まった。あ、なるほどね。あ、でもこれで。だから手前を開ければいいんだよ。ちょっと待って。手前。もうね、この操作超難しい。そっちだよね。そう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 。この操作ちょっと待って。手前を開けて大きく。こうね。そんなでっかく開けんの？ちょっとやっぱそれで転がせ。どっちに？こう？こっち、そうそうそう。転がってきた、入れる、入れる、入れる。もうちょっと早く。もう16秒しかない、早く。あ、これ時間制限。早く。ちょっと待って。早く。待って、待って、待って、よかったー。これむずっ。ちょっとね、私こういうの体動かしちゃうんだよね。お母さんもそうなの。動画を見て、お母さんの話聞いてねえよ。お母さんもね、体動かしちゃうタイプなんで。これどうしよう、動画見るか。見るよ。あ、お、あれ、これはあれじゃないの、戦国、じゃあイケメンのなんか、なん戦国じゃなくて、あ、あイケメン戦国、おってんじゃん、これ。これっていいよね。なんかイケメンにだったら何されてもいいと思うわ、本当に。乙女コーナーもね、ミコ行ってましたよね。行った。幸せしか感じなかった。あんま興味なさそうな感じはするんだけど。あのね、いや、なさそうなふりしてんのよ。でも、あれではうちの乙女部署の女の子たちは、はい。あの、3D だと、ドキドキしすぎちゃうから 2D がやっぱりいい。ああ、それはわかりますよ。あでも本当にね、そういう人種もいるんですね、うん、そうです。これちょっと待って、バカだな。あ、でも動いてますよ。よいしょ。バカだな。いや別にこのゲームのこと言ったわけじゃなくて、もともとのこと言ったわけじゃなくて。腹立つ、本当に。ゲットしているかな。ゲットしようぜ。またどこか行こうか。あ、結構 C まで進んでるんですね。結構進んでます。 A から Z までの26のエリアがあるそうです。あの、何入れんだよ。二つの遊び方があるんだね。ちょっと待って、ちょっと待って、ちょっと待って。ちょっと待って、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 どこ行っちゃったの？わかんない。もうわかんない。私こういうの苦手だわ。そろそろかな。うん。じゃあ。これ入れたらね。もういい。編集長、今日も面白いアプリでしたね。そうね、よかったですね。暇つぶしにはすごいいいよね。うんうん、
Z まであるんだっけ、はい、A から Z の26エリアでですね。ステージは200種類以上。200種類以上、あ、もうちょっと行くともうちょっとあれだったんだな、動物出てきたな。動物はそうですね、11種類、あ、11種類いるんですね。ただまあゲーム性としては本当3つですね。シンプルね。ね、シンプルに3つです。出す、入れる、逃がす。そう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 ですよね。そうです。はい、こちら iOS、はい、Android 無料となります。両方ともある、さすが。はい、なので皆さんぜひダウンロードして遊んでみてください。はい、キューブドロップですね。キューブドロップ、テーブさん、はい、テーブさん。そろそろね、東海 TV 近づいてきたから、そろそろミーコのあっち向いての方コーナーもちょっと復活する、復活するかもしれないですね。嘘、今年やんの、あれ、あっち向いてあっち向いてホイ選手権みたいな、やるかどうかは分かりませんけど今度は何、あっち向いてホイじゃなくてじゃんけんぽいぽいにしようかな。いや、どっちもやんなくて大丈夫。やんなくていいのね。はい、どっちもやんなくていい。やんなくていいのか、残念だな。はい、というわけで、じゃあ皆さん、ファミツアップのチャンネル登録よろしくお願いします。お願いします。そしてファミツアップのニコ生部の方もありますので、ぜひそちらもお気に入り登録、チャンネルへの入会よろしくお願いいたします。何で30万いくんだろうな。30万いったらどうします、次。いや、まあ演者シャッフル。え、どういうこと。いきなり何、毎日動画に知らないメンバーが来たりとか、モンストに私たちがいて、どうもとか、ミーコとかも出る。おい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 、でもね、ちょっと最近ね、もうエッカちゃん出してこう。いや、もう出てるから大丈夫。あ、そっか、大丈夫ミーコが心配しなくても人気がちょっと上がったから大丈夫もっと出してこ う、 もう、そうね、あの子は地味に育てていくから。そうそう、何地味に育てるって、まあまあまあ、ちゃんと育ててっから。そうそう、ちゃんとね、待って、私がちゃんと育ててないみたいに言わないでちゃんと育てて、ちゃんと会社のために、そう、会社のためになるように育てて頑張っていきましょう、頑張っていきましょう。自分に言ってる、それ。そう、はい、私に今自分に向かって言ってこい。はい、というわけで、じゃあ明日も15時お会いしましょう。皆さん、さよなら、バイバーイ。